皆さんこんばんは、みくです。これで宴会なんていうぐらいヨレヨレなんですが、今日はどうしても動画が撮りたかったので回してみました。本日12月23日夜の11時30分でございます。先ほどですね、 A ちゃんがテレビに生放送で出演してて、それを見た後にこうやって動画を撮っております。まあ、今日生放送をするっていうのが何日前かに発表されて、もうこの日を楽しみに、というか私今週さ1週間さもうはちゃめちゃに忙しくて、言うたら月曜日からこの金曜日までもう毎日さもうバッタバタのバッタバタのバッタバタやったんよ。もうな結構疲労がすごかったん。月から水こうガーってこうしてて、で木曜日金曜日で巻き上げて今日という日が迎えれまして、でまあ A ちゃんパワーかなとか思いながら、はい、今日を迎えたのですが、で無事先ほど生放送が終わって A ちゃんの元気な姿を見れて本当に良かったなぁと思っております。やっぱ何よりもその A ちゃんが元気であること、元気な姿を見せてくれるっていうのが私たちファンのもう幸せでありこう喜びでありというか、もうほんまにホッとしたなっていうのが一つの感想であって、あれ泣けるな、もう泣かしに来てたよな。まあ A ちゃんも涙ぐんでたし、このタイミングであの映像っていうのはほんま泣かせにしか来てないなって思うのと、あの映像見ながらもうこう涙が出てさ、好きってこういうことやなって思ったよな。なんかあの映像を見て胸がこうぐわーってなる感じ、ゾクゾクする感じ、鳥肌が立つ感じとか、なんかホッとする感じとか、涙が出てくる瞬間とか、あ、好きってこういうことやなってめっちゃ思った。 A ちゃんがこう健康であの日々暮らしてくれてることを知るだけでこんなに嬉しい気持ちになるっていうことは、 A ちゃんがそれほど普段みんなに与えてくれてるものがでかすぎるんよな。じゃないとこういうことでみんながみんなこう A ちゃんのことを心配したり、 A ちゃんをこうこんなに応援したりとかってならへんわけやんか。だから A ちゃんがそれほどのものを普段から私たちに与えてくれてるんだなっていうのを思い知った時間だったなって思いました。なんかここ最近もな、ほんま私ないろいろあったんよ、ほんまに。つい最近な、もうな大号泣して、マジで過呼吸ってこれかっていうぐらいエグかって、なんていうんやろな、人生生きてたらさもういろんな壁にぶち当たるし、自分が楽しくって自分が幸せを感じて自分が選んだ道が全てというかベストというかやと思っててもやっぱり周りからするとそれおかしいんじゃないって思われることだってあるわけやんか。私は結構我が道というか、うん、好きなものは好き、嫌いなものは嫌いっていうはっきりした性格で、もう好きってなったらこう突っ走るから、もうなんか周りが見えなくなるというか、でもそれは自分自身自分の好きなところではあって、好きやから貫くっていう、どんな意見があっても私は好きっていうこの一本の道をもう突き進むわけやねんな。やけどその指摘された時に言い返せない自分がすっごい悔しくって、言いたいことはいっぱいあるけどさ言えないことっていっぱいあるわけやん。自分の中に留めておきたいことだったり、これは人に言いたくない、言わなくていいことだってあるわけやんか。それを自分に対して指摘されて、それを 100% 自分の意見を返せない状態にすっごい悔しさを感じて、もうな、もう意味わからんぐらい泣いちゃって、でなんかな、あと怖くなった。すごい周りに反対されたり否定的なことを言われた時に、あ、私ってやっぱり一人なんやなって、孤独な人生の中で生きていくんやなとか、なんかな、一瞬にしてすごく怖くなって、みんなが敵に見えてしまうというか、なんかそんな風に思ってんけど、これはちょっと家族の話やねんな。家族内であった話で、でも分かってんねん、親は子供が心配、もちろんそう。これが痛いほどわかるからこそ余計に涙が止まらんくて、自分の人生を否定してるように見えるけど
否定してるんじゃなくて、ただもう愛を持って心配をしてくれてるのがすっごいわかるからこそ、何も言えなくてすごい悔しくて、もう大号泣みたいな日があって、もうすごかったね。なんかな、親の前で泣きたくないからもうこらえて、まあ、バレてたかもしれんけど涙が止まらんくて、とりあえずスッキリしたいなと思ってシャワー浴びて、もシャワー浴びた瞬間もう涙が、もうシャワーか涙か分からへん、もうほんまにボロ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 って泣けてきて、もう私な、失敗することが怖いわけじゃなくて、失敗ってなんぼでもしていいと思うねんな。むしろ私の人生失敗だらけやし、でもそれを失敗とも思ってないし、だってむしろその失敗とされるものがなかったら今の私おらんからさ、こうやってみんなにも出会ってないし、私失敗して失敗して失敗して今があるから、 YouTube だってさ存在しひんわけやんか、今の私じゃないと。そうだから失敗してなんぼというか、失敗を別に恐れたことはないねん。やけど周りからしたら失敗してほしくない、親からしたら失敗してほしくないわけよな。自分の子供やもん、可愛いもん、そりゃ守りたいし幸せになってほしいしな、やっぱって思うのはもちろんわかるね、ほんまにわかんねん。だけど私はな、傷ついても苦しくても良くはないけど、それでこその今自分がいる。なんかそのさ、なんてやろな、今だけじゃなくて過去にもしんどいことめっちゃあったし、人に裏切られたことだって苦しめられたことだっていっぱいあるけど、あるで、あるけど、それをも私の人生、うまく言えへんな、なんて言ったらいいのな、それが私の人生やろって。だってさ、その今日の A ちゃんだってな、どういう表現したか忘れたけど、その借金を背負わされてさ、まあその今回だって150回っていう150っていうネーミングでツアーをして、そのやっと150回目っていう時に喉が得られて声が出なくなってって、もうなんかいろんなことが起きすぎっていう、まあ、それだけじゃなくてもう過去にもいっぱいあったわけよ。 A ちゃんはほんまにいろんなことがあって、今なお73歳の A ちゃんでもそうやってつまずく、壁にぶち当たるっていう、これでこそ人生やんって私は思うねんな。私な、その親に指摘というか、まあ心配があってないねんけど、指摘された時に何も言えんかってん、っていうかもう何も言いたくもなかってん、そうやなそうやなって、うんうんうんっていう風に聞いて悔しかったけど、でもその親が言うことも事実であって、自分の気持ちが存在するのも事実で、でもその時間があったからこそ改めて、なんだろうな、親に言われたことでハッとなったこともあんねん、親から見た視点、なんて言ったよな、そういう角度もあるかって思って、私はそこをが自分の中から抜けてたなっていうか、まあ、存在してなかったなって思った部分を指摘されて、確かにそれを言われた時に改めていろんなことを考え直したし、その時間があったからこそ私やっぱり家族が大好きやなって思ってん。正直ちょっとその日はあの親の顔を見れなかったというか、見たら泣いちゃうからちょっと避けててんけど、一日経ってちょっとゆっくり考えた時に、あ、やっぱ好きやなって、家族ってすごいなってなんか言葉薄いな、家族ってすごいに尽きるねん、ほんまに無償の愛というか、やっぱ家族やったら何でも許せるもん、許せるというか、やっぱり愛があるからこそのそういう時間が存在したわけやし、愛がないとそれで指摘さえしてもらえへんわけやんか、心配やねんお前がっていう、幸せになってほしいねんっていう、そういう場所をまず設けられへんわけやんか。だからもやっとしたけど、そういう時間ってありがたいし、愛で溢れてた時間やってけど、その時は すごいしんどかったけどな、しんどかったけど、もう泣きじゃくった後に我に返ると、それも必要な時間っていうことは、自分がこの人生を歩みたいとして歩んでる道は間違いじゃないよ。失敗はするかもしれん、失敗するかもしれんし、傷つくかもしれん、そやけどそれは不正解とかじゃない。この時自分がさ思う、自分がこうでありたい、この今の人生のまま歩みたいっていう選択をして、そこで人に傷つけられたり壁にぶち当たっても、私そこで絶対文句なんか言わへんし、もうそれは悲しくて泣いちゃうことはあったとしても、それをなんていうんやろな、投げやりにしたりとかしんひんし、すごい苦しむとは思うけど、なんかそれをバネにというか
何でもそうやん。だって何かないと落とされへんと上がらへんからさ、なんか落としてくれって言ってるわけじゃないけど、全然それは嫌やで。嫌やし、さ、もちろんさ、楽しく毎日笑顔でいれたらいいけど、毎日笑顔でいるってことは、その分幸せを感じれへんやん。なんていうのな、幸せを感じれへんって言ったらおかしいけど、毎日毎日笑顔やったらそれが普通になっていくやん。そのしんどい時間とか苦しい思いを感じなくなった瞬間、その笑顔だったり楽しさだったり幸せが普通になってしまうんよ。だからどんなに険しくても、どんなに反対されても、どんなに辛い思いしても傷つけられても、自分が好きだと思う自分でいたいなって思うし、なんぼ反対されたとしても信じて突き進んだ自分でありたいなって思って、てかすごいめっちゃ話しちゃったけどちょっと疲れたな。その時ってなんか何て返したらいいか分からへんくて、すごい苦しかったんやけど、一旦それを持ち帰って冷静になった時に、でもそれでも私はこの人生を貫きたいと思ってんな。終わりが来る時はいつか終わりが来るから、その自分がこれだと思って突き進んだ人生の中でつまずくことがあったり、こう裏切られたりとか、なんか苦しいことがあったら、そこでさ、もうさ、諦めがつくかもしれんし、違う人生に歩むかもしれんから、今自分が歩みたいっていう人生はやりきりたいから、なんやろな、勝手な自分の想像でこの今の自分の世界観を壊すのは違う、自分らしくないと思うから、親に指摘されたことも受け取りながら、大事なところはもちろん受け取ったし、親の愛も受け取ったから、それをお守りとして自分の人生を積み重ねていきたいなって思ったんよ。だから私は曲げれへんな。もう自分は自分でいたい。親がこうして、ああして、こうした方が幸せだよって言ってくれることはありがたい。でも親がこうせい、ああせいって言ったことを突き進んだら、もう自分が崩れ落ちる、分かってるし、そうでないと私の人生意味ないやん。こうやって YouTube で発信してんのにさ、これ親に作り上げられた自分だったらしょうもなくない？なんかその親の言ってくれた言葉をいいところだけ取って、いいところだけというか、そのありがたみとか幸せは思いっきり受け取ったから、だからそれがすごいパワーになるわけやん。そのパワーをもらったから私はまた強くなったっていう、最高やな。そしてさ、まあ、A ちゃんのパワーをいつももらってまして、で、まあ、国立の映像も早く見たいなと思って、その部分的なところ見ただけでも、もうなんかあの日の鳥肌がえぐくて、はあ、好きやな、ほんまに。なんかな、言うたら親は私の YouTube を見てくれてるわけよ。だからまああえて言うけど、ほんまに私家族のことが大好きで、もちろんもう一番大事よ。家族が辛い目にあったら自分もめっちゃ辛いし、そうやって心配されてることとかすっごい痛いほどこう胸にこう響くわけよ。それってすごいことやん。家族やからこそやし、それは分かっててほしくて、だけど結局は自分の人生で、お父さんお母さんが自分を生み出してくれてここまで育ててもらったけど、偽った自分で生きるのが私はもうどうも無理みたいやからそう、心配ではあると思うけど、大丈夫、私は生きてるから。生きてたら何でもいいねん。何でもいいっていうか、生きてさえいたらもう勝ち、もうマジで。だから陰ながら見守ってもらえたら嬉しいなと思いますし、何を言われてもちょっと笑える自分になった。その時はなんかもうすごい歯がゆいというか、もう何も言えへん、もうわーって感じだったけど、もうな、今な、指摘されたりさ、そんなあかんやろって言われても、なんかもう笑える。腹立つかもしれんけどもうな、なんかはいはいっていう感じに笑える。だって私の人生やし、親が産んでくれて育ててくれたけど、親の人生に私が存在するけど、存在するってだけで親の人生ではない。なんて言ったらいいな、親の人生に私は存在するけど親の人生ではない。全然うまくまとめれへんな。でもな、結局分かってねえで、私もこの年になってな、こんな風に自由に生きてな、親不幸やなとは思う。もう分かってる、これは。やっぱな、人生生きる中でな、結婚をして幸せな家庭を築いて、もう子宝に恵まれるっていうのが、やっぱその人生生きる中でさ、一番こう必要というか、さ、人それぞれ生き方があるけど、結局私はな、それがすごい愛やなって思うし、
何よりの親孝行でもあるし、やけどそういう面で言うと私は親不孝やなって思う。それはほんまにごめんって思うんやけど、なんか親が理想とする自分になれなくてごめんって思うけど、私もそりゃなんかなりたくてなってるわけじゃないから、まあ自然とこうなってたっていうだけやん。つまずくこともいっぱいあって、それはなりたい自分こうなりたかったっていうのはあるけど、なってないね。もう仕方がない。ただ、まあ、親不孝な娘でごめんなさいとは思うんだけどね。そうそう、だからそれは分かった上でな、こう自分の人生を歩もうと思う。そうでもないって、もう言うたら開き直らないやってられへん、マジで。だってさ、あの時ああしてればこうしてればとか別に一切思ったことないね。ああいうことがあったから今の自分がいるっていうのがあるから、それは一切思わへんねんけど、もっともっと早く親にこう自分の本当に旗から見た幸せいっぱいな自分を見せてあげれたらよかったなとは思うかな。まあ、これからさ何があるかは分からへんけど、そこがちょっと悔い残るかな。なんか悔い残るっていうか、やっぱりなんや言っても親からしたら親孝行じゃないよな、ほんまに。何があるか分からへんけどな、この先やけど、今の自分の気持ちとしてはそんな感じかな。ただでも大好きやからこそこんだけ直接ガンと来たし、もうドストレートにな、なんかどうでもよかったらな、こんな感情にもならへんと思うから、ありがとうございます、その説は。いっぱい泣いたけど、泣いたからな、ちょっとバージョンアップしました。で、今日はね12月23日で、まあ、クリスマス前なんよ。私なクリスマスが大好きでさ、このクリスマスのこの雰囲気がもう終わるんかと思ったらさ、ちょっと悲しくってさ、クリスマスってあっという間じゃない。なんか変にさ、ハロウィンがあるからさ、ハロウィンって10月末までやんか。だからさ、こう11月から、あ、でも考えたら1ヶ月2ヶ月弱あるんか。まあいいか、それやったら。ちゃうね、あっという間にな、時間が過ぎてな。私なクリスマスソングな、もっと歌う予定やってんか。もうびっくりするぐらい時間が早かった。もう12月入ってさ、まあ、A ちゃんのライブとかもあったからか、もう時の流れがもうドゥルルルってもう早送りがすごくて、しかもまあ年末ってさ、はちゃめちゃにこう忙しいやん。仕事でもなんでもこう年末にかけてさ、ダダダダダってこうもう加速するやん。気づけばもう12月23日もう終わるやん。クリスマスが、クリスマスやから何って別にないけど、雰囲気がとにかくな大好きで、あ、そう、ほんでな、今日職場でさ、なんかクリスマスやからって言ってこうやってもらってさ、なんか女子力高いと思って、なんかこういう贈り物って嬉しくない？ちょっとしたさ、なんかありがとうって書いてあるわ、ありがとうって見える、サンタとかのシール貼ってあって、こういう女性素晴らしいな。なんか私こんな発想一切なかったわ。なんかうわめっちゃ嬉しいって言っちゃったもん、思わず。そういうな、些細な贈り物というか、やっぱ気持ちがな伝わるよね、こういうのって。ありがたいね、本当に。お菓子が入ってました。食べよう。さっきさ、 A ちゃんのその生放送見ながら、もうえげつないぐらいめっちゃ食べちゃってさ、疲れてるからか知らんけど、なんか今日ぐらいはいいよね、こうちょっとクリパ的な感じで。もう夜遅いんやけどな、もうクリスマスが終わるからさ、もう堪能しないとね、何よって感じだけど、はい、そんな感じの今日でございました。改めて私の人生の中に A ちゃんがいてくれることにすごい感謝してます。っていうかよ、そもそもよ、 A ちゃんに出会えた理由って親やからな、ありがとうほんまに。私は何、親のことを嫌って言ってるんじゃなくて、親に泣かされたけど、泣かされたっていうか、でもさ、親に泣かされたんじゃなくて、結局泣かしたの自分だよな。だって自分がさ、そのここがいいっていう道選んで、なんか突き進んでてさ、胸張って生きればいいのにさ、ちょっと指摘されただけでさ泣くってさ、自分の人生にちょっと自信がなかったりさ、ちょっと図星やったりさしたってわけやんか。親に泣かされたんじゃないな、自分の生き方に泣かされたな。よし、じゃあもう私はもうええわ、突き進むわ、もう私の人生を。何言ってんねやろ。いや、アホらしいってなった。あ、なんか一人で今ちょっとおかしかったな。あーもういい、あーもういいとか言って、でもほんまそうやで、あの改めて今ちょっと感じました。その悔しかったり泣けてきたりっていうのは、自分の生き方にちょっとブレがあったり、
こう図星やったりするからやね。でもそれをもう胸張って否定はせず、あの自分らしく生きていくんやっていう自分でありたいなって今ちょっと思った。よし、これやな。はい、ありがとうございます。誰にありがとうございます。ありがとうございます。そんなこんなで、まあ、12月はもう12月はてか今年がもうすぐ終わりますが、ラストスパート、みんなそれぞれの人生を悔いなく精一杯楽しんでいきましょう。いろんな壁にぶち当たったっていいし、もう傷ついたっていいね。また笑えればさ、それによってまたさ笑える日が来るからさ、みんな頑張ろう。もう頑張ろうそう、ほんまはさ今日23日に YouTube ライブしますって前から言ってたんやけど、その急遽 A ちゃんの生放送が決まったんでちょっとなしにさせてもらったんやけど、またできたらいいなと思うので、でもできなかったらごめんなさいということで、はい、こうやってなやっぱ変更があるから、変に YouTube のな時間を決めるっていうよりは、また来年からはマイペースにやっていく方がいいのかなと思ったりしております。はい、そういう感じかな。今日も一日お疲れ様でした。また明日も一日皆様にとって素晴らしい一日でありますように。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。今動画切ってからちょっと思い出してんけど、私実は12月中地味に毎日投稿しててんな、まあ、1日からずーっと続けて毎日ライブも含めて毎日投稿してて、でそのさっき話した泣いてしまった日ぐらい、次の日ぐらいにもうなんか何もちょっとできひんくなっちゃって、こうなんか気持ちがそっちに向かんくて、あげることが途絶えてしまってんなっていうことで、まあチャレンジ失敗っていうことやねんけど、でも失敗したからこそ次また挑戦できるっていうことやん。だから何にも悪いことじゃなくて、失敗したからああじゃなくって、あのよっしゃ、またその場所を設けてもらったっていう、また頑張れる場所ができたっていうことで、まあ、次こそは目標達成できるようにまたチャレンジしたいと思いますので、毎日投稿またしたいねんな。だからいつかできるように、はい、またちょっと延期になった、まあ、それ A ちゃんもだってそうやん。150回目がこうチャレンジ失敗っておかしいけど、もともとあったもうその目標としての場所がバンとこう壁ができちゃって達成できなかったけど、まあ、次武道館だったらその150回目が一発目に来るわけよ。だから物は全然違うけど、まあ、12月中その目標を達成できなかった悔しさはあるけど、まあ、2022年悔いはないので、はい、まあ、最後まだ終わってないからさ、最後まで YouTube はしっかり上げたいなと思うも上げたいし、はい、頑張っていきます。以上です。バイバーイ。